コートレットコートレットは、スライスしたウシ肉にパン粉をつけて炒め焼きするフランス料理である。日本のカツレツの原型になった。コートレットド・ボーとも言う。まず、ウシ肉を薄く叩き伸ばす。次に、小麦粉をまぶして、溶き卵をくぐらせてから、パン粉を付着させる。最後に、多量のバターで炒め焼きにする。パン粉は、固くなった、フランスパンをおろし金でおろして作る。 また、完成した料理には、調味料として、デミグラスソースをかける。発祥国のフランスでは、すでにコートレットはあまり見かけない料理になっている。イタリア料理のコトレッタ・アンラ・ミラネーゼ、オーストリア料理のウィンナ・シュニッツェルは、コートレットとほぼ同様の料理である。日本のカツレツは、コートレットを日本風にした洋食である。カツレツという語はコートレットが生って命名された。 開国したばかりの明治時代の日本では、コートレットを身を見真似で作る中で、軽肉や牛肉を使うようになった。コートレットは、日本人の舌には、油が強すぎたため、油切れの良い天ぷらのような多量の油で揚げる、方式に変化し、食感を良くするために、パン粉も粒の大きなものが使われるようになった。さらに、薄切りをやめて、厚切りの豚肉を使うなどして、カツレツを、 日本人好みに改良した料理がとんかつである。ありがとうございます。